スカルマネージャーのマネージャーを務めさせていただいております、メタと言います。サブマネージャーのグレイと言います。そうですね、マネージャーになったきっかけというのも、まあそもそも元々が e スポーツに興味があった状態で、まあラスカルジェスタ元ピリッツサーバーオールスターズですねの方で募集があったので、その時に、まあ、僕がその時に悩んでたんですね。その時にねブレイの方がもうなんか勢いでこれやろうぜっていう話になって、そこからもう入った感じですね。それがだいたい今から2ヶ月ぐらい前になります。そうですね、そうですね、もともとはまあちょっと別の部分で e スポーツに関しての活動を行っていたので、その時にまあ知り合ってという形ですね。そうですね、まあ選手ってなるとやっぱりそれはプレーに集中をしなければならないっていうのが一番大事なことだと思うので、プレーに集中する環境を作ってあげる、その環境を作ってあげるためにはやっぱり、まあ今2人でやってる状態で分業でやってますけど、僕は選手についたりだとか、あるいはそうですね、外との交渉を通してみたりだとか、そういうことを中心にやっていて、まあ、ブレの方が資料作りとか全部やってもらって、資料作りと僕はマネージャーがマネージングに専念できるように、まあ、さらに細かい裏方をしているという、まあ、そんな感じですね。本当にそういう感じで今分業しているので、まあ本当にそういう部分を選手に意識させないでやっていくっていうのが今現状の目標ですね。本当に選手には楽しんでやってもらわないとやっぱり続かないと思うので、それは選手に楽しんでしっかり強くなってもらって、その上で僕らがマネジメントをするっていう形をとってます。とにかくまずは仲がいいことですね、うん、本当に話しててどんな状況でも喧嘩越しにならないので雰囲気がすごくいいと思います。例えば反省をしている時でも何か悪いところがあってそこを指摘して誰かがそのムッとして怒ってしまうのではなくて、ちゃんとあここはこうなんだって認めたり、あでも違う、ここは違うんじゃないかっていう話をしたりだとか、しっかり話し合いができるっていうのが一つのラスカルジェスタの強みですね。あとはそうですね、まあプレイの面で言えばやっぱり中盤戦に重きを置いたそういう構成だとか、あるいはチームコンプ、まああと考え方もそういうものをとっているのでまあ序盤に勝ちをもぎ取らなくても、負けないようなレーニングをして、そこから、中盤に持っていって集団戦で勝つ、今現状日本にあるチームで比べればうちが本当に集団戦、中盤の集団戦では一番だと思ってますっていうのは俺の考えですけど、どうだろうな。まあ僕は基本的にチームと接しているのは全部任せているので、僕はあんまりその感じるということはあまりないんですけれども、やはりまあ伊藤さんが言った通りに、まあ、同じように僕は思ってますね、はい、そうですね、 LJ リーグに期待するというよりは、まあ、日本の大会全てに期待することにはなってしまうんですけど、やっぱり今現状の日本のそういうロールの業界だとか、あるいは e スポーツの業界、まだまだ発展途上な状態だと思うんですね。ってなってくると、もうやっぱりここまで大きな大会を開いていただいたっていうことは、もうそれがやっぱりチームにとっては、ね、貢献しなきゃいけない部分だと思うから、期待、逆に僕らが応えなきゃいけないかなっていうふうには思ってますね。そうですね、今現状、開かれている大きな大会、今回開いていただけるその LJ リーグ含めて JCG ですとか、そういった国内の大会ある状態だと思うんですけど、まあ、まずはそれに積極的な参加をしてチーム名を知っていただきたい。一番最初に活動してたピーチサーバーオールスターズ、この名前であれば
見ていただいている皆様絶対にご存知な方多いと思うんですけど、ラスカルジェスターって言われて、そこで元 PA のメンツだなっていうんじゃなくて、もうこれは RJ だっていうふうに思っていただけるような活動をできればなとは思ってます。あとはそうですねしっかり、国内の基盤を整えた上で、これは僕らのチームだけじゃなくて本当に全体がうまく動いていかないと難しいことだと思うんですけど、それを前提にした上でやっぱり、そうですね、世界を目指していきたいっていう考えはありますね。まあ、正直な話、私自身は、書類とかそういったものを作るのが苦手でして、それをまあ大体無礼に丸投げしてる状態なんですけれどもまあそこであれですよね、本当にしっかりした資料を作ってくれるんで本当に助かってます。まあいわゆる僕的には秘密兵器って普段から呼んでるんですけど、事務的な意味で、そうですねまあ大体そのお前秘密兵器いるかって言ってよ、そのまんまボイスチャットで呼んで、もうそこからまあこの書類作ってくれって言って、だいたいイメージこんな感じでって言ったら、それを 100% こなしてくれるんで、僕的には本当にすごい助かってます。あとは普段やってる時に何かしら行き詰まった時、選手に絶対愚痴って言いたくないんですよ。なんでもうそこで選手に愚痴を言って気をめいらせたら終わりだと思ってるんで、その時の愚痴る相手としては本当に話聞いてくれるし、僕はかなり楽してますね。僕は、まあ、秘密兵器って、まあ、彼が言ってくれたんですけど、まあ、常に活躍する秘密兵器っていうのはすでに秘密兵器ではないので、まあ、秘密兵器っていうことは実はたまにしか働いてないということなんですね。で、僕はもうずっとマネジメントをやり始めてからずっと一日も休まずチームのことをずっと考えて、まあ、僕は結構休んでる時もあったので、ずっと続けているというところが一番のリスペクトするところですね。普段から応援していただいている皆様本当にありがとうございます。おそらくピーチサーバーオールスターズの頃から選手の方に応援をしていただいた方々も数多くいると思うんですけれども、これからはちょっと名前が変わってラスカルジェスターという形で活動を続けていくことになります。そうですね、まあ正直我々マネージャーのことは覚えなくていいです本当に選手のことだけ覚えていただいて、もうそこから本当にでっかいプレイング見せて、そうですね、今現状強いチーム、今回、LJ リーグに出場してくるようなチーム、そういったチームに、勝ちに行きます。負けるつもりで試合はやらないです。なのでそこをしっかり見ていただければなと思います。よろしくお願いします。まあ我々はまだできてから日が経ってなくて、まあ未熟なところもたくさんあると思うんですが、よろしくお願いいたします